セントラルスポーツ。ポイントは序盤のターン。ダブル D 難度です。着地の姿勢良かったです、はい、さあこの後はまず序盤のターンです。2回ターン、水平の2回ターン D 難度です。もう一つターンを予定しています。はい、ここは単発でやってきました。あ、ここはつなげてきませんでしたね。はい、後方の1回半ひねりから前方の1回ひねり C プラス C で F 点1の加点です。そしてまたここでもターンを行ってきます畠田。2回ターン、座の2回ターン、はい、とても良かったです。ここからまた足持ちの2回ターン D 難度。序盤中盤にターンを持ってきたこの畠田、しっかりと2回回っています。屈伸の2回宙返り D 難度です。畠田の NHK 杯4種目終わりました。